皆様こんにちは。いつもご覧くださいましてありがとうございます。はい、解説動画の方ね、進めてまいりたいと思います。少しねアップの時間が空いてしまいましたけれども、すいませんでした。これからねまたね、どんどんやっていきたいと思います。はい、今日はですね、今少し弾きましたね、シューベルト作曲の、セレナーデでね、曲をね、ちょっとね、やってみたいと思います。こちらはね、リクエストをね、いただいておりました。ちょっとね、リクエストいただいてから少し時間が空いてしまったんですけれども、まあ、一応まあ、私なりにですね、ちょっと解説してみたいと思いますので、ご参考になさってみてくださいね。すごくね、素敵な曲ですのでね、お好きで弾いてる方たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いますね。なので、まあ、こういう風にしてみたらどうでしょうかっていうね、ヒントをお話ししてみたいと思います。で、このシューベルトね、の、このセレナーデっていう曲も、どこかで、こう、メロディーを耳にしたことがありますよっていう方ね、すごい多いと思うんですけれども、じゃあ、セレナーデってなんだろうってね、よく聞きますよね。で、調べてみたら、やっぱりね、こう、愛の歌なんですね。こう、霊にとってあげて、こう書いてあったのは、こう、窓辺の下で、恋人を思いながら、歌を歌っている歌とかね。なんかそういう感じなんですよね。だから、なんていうかな、どちらかというと、やっぱりこう、思いが通じないっていうところの、こう悲しさとかね、もどかしさ、寂しさみたいなのを表してるのは、どうか私に振り向いてくださいみたいなね、そういう感じの曲だそうです。なので、もちろんこれはピアノ曲っていうよりは歌曲ね、歌曲として歌われることが非常に多いと思うんですよね。で、それで歌曲のね、歌もね、概要欄に YouTube の動画を貼っておきますので、ぜひこちらはね、ご参考までに聞いてくださいね。そうするとね、ピアノのね、弾き方も変わってくると思います。歌のように弾く。特にね、シューベルトってね、歌曲をいっぱい作った人なんですね。だから、その歌曲って言ってもね、なんていうのかな、こう、大ホールでわーって歌う歌曲ではなくて、ホームコンサートとか小さなサロンとかでみんなで集まって、こうちっちゃなコンサートでね、こう歌を歌う歌っていうくらいの規模でちょうどいい歌曲がたくさんなんですね。だからすごくね、こう人間味の深い人だったんじゃないかなと思うんですね。シューベルトの周りにみんなこう集まってきて、こうホームコンサートみたいなのたくさんこうやってたんだろうと思うんですよね。だから、そういう感じの曲がたくさんあるわけですね。そう。なので、まず、歌のように、ピアノを弾くっていうこと。指で何か喋る。指で歌うっていうようなね。なんかそういうフレージングを勉強してみたらどうかなと思いますね。単なる音符をただ打つそうっていうことではなくて、そこにメロディーに意味があるわけですよね。それをちょっとね、考えてみたらどうかなっていうふうに思います。はい。で、このシューベルトのセレナーデ、私はね、楽譜どうしようかなと思って探したんですけれども、こちらのね、ピアノピース版をちょっとね、購入してみました。これまだあります。もうこれものすごい長いですよね、このシリーズね。全音から出ているね、この一曲ずつ売ってあるものです。楽器屋さん、楽譜屋さんに行くと必ずあります。で、これも大体これ1曲でね、500円ぐらいですね。これも値段も相当変わってないかなと思いますね。で、これ、シューベルトのセレナーデっていうのを私は購入しました。で、もう一つですね、このシューベルトのセレナーデのこの曲をリストが編曲したものがあるんですよね。内容はほとんど一緒なんですけれども、ちょっとね、リストが編曲したものが、よりピアノ独創的になってますので、ちょっとね、きらびやかな感じはしますけれども、まあ、曲の雰囲気的にはあんまり変わらないかな。そちらの楽譜もね、ありますので、ちょっと見てみてください。どこが違うかなっていうのでね。なので、YouTube のね、動画で誰か弾いてらっしゃるのを探す場合は、多分、リストが編曲したものが多いんじゃないかなと思います。ピアノ独奏の場合はね。
だけど、まあ、これはね、一応ね、シューベルトって書いてありますので、リスト編曲ではない楽譜です。リクエストの方でもシューベルトのセレナーデと書いてありましたので、きっとこちらかなと思って、こちらを用意してみました。でも、2種類あるということでね、ちょっと覚えておかれるといいかなと思いますね。はい。じゃあ曲に入ってみたいと思うんですけれども、まあ、4ページ分あります。ですね、例えば、まあ、もう楽譜に書いてある通りでちょっと解説していきますけれども、まずね、楽譜をね、まずね、こう構成を見てみたいと思います。その方がね、多分やりやすいかなと思いますね。なので、まず、例えばじゃあ前奏、4小節ありますね、前奏。4小節ありますね。この4小節も、1小節ずつ分けないで、この4小節が1つと思ってください。4小節が1つ。これ、ベートーベンのね、月光でも言ったんだけども、これね、分散和音なんですね。これね、フラット1個、フラット1個、まあ、調のこと言っちゃうとね、フラット1個の、Dモールね、これ。二単調になるわけです。二単調。なので、最初の、この二単調の和音を、ピョン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 とね、これを、こういうハーモニー、次の小節、こういうハーモニー、この4つのハーモニーを1つの流れとして区切ります。ね。そして、で、弾き方としては、左手が2分音符、右手が、これにスタッカートがついてるわけですよね。この、これをスタッカートで弾く。だからとってもね、最初弾きにくいんじゃないかなと思いますね。どうやって弾いたらいいんだろう、これみたいなね、感じで思うかもしれないんだけれども。例えば、このラとレっていう音と、レとファっていう音ね。ラレファっていう和音なわけです。3つの和音。ね。これをこう分けて弾いてるわけですね。だから、これを、この3つの音を最初にブロッキングしといて、下の2つと上の2つっていうのをこう分けて弾けばいいわけですね。それ以上動かす必要はないわけです。指を。これを、何もそう弾く必要は、スタッカート、スタッカートって思わなくて大丈夫です。これを、ただ切って弾けばいい、切って。跳ねなきゃって思わないで、パッパッパッ。押したら、押したら外して、押したら外して、押したら外して。押して、力抜いたら自分で戻ってくるじゃん、鍵盤が。だから、パッ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 。ただそれを下に押さえればいい。次の和音ね、これ3つの音ね。タンティンタンティンタン。次こうね。次こうね。パンパンパン。これで十分だと思います。これで鍵盤を下に下げるだけ。下げるだけ。もちろんペダル使って、ペダルを使っても弾き方は同じようにします。こんな感じです。もうこれで十分かなと思います。で、モデラートなので、あんまり遅く弾かないってことね。ゆっくりした曲なんだけれども、ね、多分ね、これだとね、ちょっと間が持たないかもしれませんよね。パッ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 、1、2、3。なんでちょっと遅くして次の準備をするね。
から歌のメロディーが出てきますね。はい。じゃあ、ちょっとね、この歌のメロディーのところからね、ちょっとね、区分分けしたいと思います。まず、最初。あ、ごめん。ブロックして弾きました。これも最初のこの右手のこう弾いてたのと原理は同じですね。そう、三つの音を分散して弾いていく。それが左手に来ただけね。右手でメロディーを弾かなきゃいけないからね。で、こうベースがこうあるわけですね。ために、ちょっと和音をね、ブロッキングしてからやってみた、見ますね。ここ、メロディー注意ね。やだだだらです、ここは。休みがある。やだだ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 らです。ね。間違えないように。一つのメロディーですね。ここまで一気に弾きます。そしての2小節ね、もう分かりやすいと思うんですけれども、これがこうエコーのようにこう遠くから響いてくる感じになるわけですね。ここが2小節になりますね。次、ここまで4小節一気に弾くね。次、で2小節です。ここで区切る。で次ね、次、2小節で、エコーのように最後の2小節をもう一回繰り返すわけね。次、ここまでね、4小節ね。次、小節できました。はい、ここまでが一応歌ね、歌のところ来ました。次の 1,2,3,4,5,6,7,8、 次の8小節は間奏になりますね。じゃあ、小節感想が来ましたね。これでワンコーラス終わりです。で、次、ツーコーラス目が始まりますね。そう、メロディーも変わらないんだけれども、最初のベースの音がね、ベースになり、オクターブになりますね。ちょっと幅が広くなります。ツーコーラス。小節、次始まります。次のメロディー、ここまで4小節、次2小節、もうね、来ました。で、次のメロディー、
次2小節。来ました。次のメロディー。来ました。ここまで2コーラス目が終わりました。はい、次、まあサビというか、サビのちょっとね、最後のエンディングに向かうところ、ちょっと盛り上がるのところになりますね。次は、1,2,3,4 まず4小節ね。があって次、あ、っていうのがあって、この4小節ですね。そう、これで全部で8小節だったね。次、だんだんエンディングコーダに入っていきますので、で、いやになるということになりますね。で、今ちょっとこう区切ってね、見ましたけれども、一応そういう流れで、理解していった方がいいかなっていうふうに思いますね。そう。じゃあ、弾き方ね、ちょっとやってみたいと思います。これはね、もう同じことの繰り返しなのでね。じゃあ、まず前半のワンコーラス目部分のところね。これね、デモルね、二単調で始まりますね。左手、さっきと同じのの左手番。これブロッキングして、シャチャチャ。こうしなくていいので、パンパン、下ろすだけね。で、この最初の、小指の最初の音で、ペダルを踏む。で、パン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 。ペダルを踏む。左でこういう伴奏の形に、っていう感じでこう右手をつけていくんだけども、右手はもう本当に優しいレガートっていう感じがいいと思うんですね。ちょっとこう優しく深く、何かこう思いにふけるようなね、音色がいいんじゃないかなと思います。まあ、ね、これをが。なんかこう楽しげにやるとちょっと違うじゃん。だからなんかこう、寂しく、深く、やだ。だからこの三連符っていうのはたっぷりいった方がいいと思いますね。歌でもそうだけど、やーパーパー、引っ張る引っ張る感じ。ね、どうかな？好き好きあると思いますのでね。この4小節を一単位で練習するということと、右手のやーらーりらりららーっていう弾き方と、この動きを全然変えるということですね。そうすると音色が変わります。コントラストが出ます。このパッパッパッパ
っているのと、でこれが一緒になっちゃうと、違うじゃん。なので、パンペンパ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 ン、左の仕事と右手の仕事があるわけね。だから別に仕事をするということね。そう。で、そして、ね、こういうのありましたね。これ、この、タイラリンっていうのを、バリバリ、こう、繰り返してるわけね。このもう一回二小節ね、最後の二小節繰り返すことによって、あなたに思いが届かないんだ、あなたに思いを届けたいんだみたいなのがね、こうダメ押しするわけですよね。もちろんあの歌曲では歌って、これはピアノが答えてるわけですけれどもね、それをこれはピアノソロだから自分でやんなきゃいけないんだけれども、だからここだけはなんか少しちょっとあっさりやってみるとかね。例えば、いやーで弾いたら、ここはあっさり、ね、次ありかなと思いますね。次、一応ねこの楽譜にはね、こっからメゾフォルテになってクレッシェンドがかかってて、この音にアクセントがあるんですね。なので少し強い思いを伝えたいっていう部分かな。次がねピアノなんですね。なんまた行こう。できたらまたアテンポでメゾフォルテ。出ましたこの音。ね、さっきは。というと、チャールラデモルカラドデドアになっていますね。で、これね、デドアドイツ語で二長調、二長調になっているわけですね。二短調から二長調に変化したわけですね。これはね、すごくね、ここら辺をね、さまようんですね、この曲ね。このね、関係調なんです、全部。あとでね、このフラット1個のね、F ドアね、ヘ長調とかもね、後で出てくるんだけれどもね、全部ね、ヘ長調、二短調、二長調とかね、全部ね、関係調なんです、これね、和声で言うと。なので、そこら辺をね、さまようことによって、長調になったり、こう、上調になったり、短調になったりね、するっていうことで、こう、心の、なんていうかな、叫びとか、こう、動きみたいなのがね、その調が変わることによって、こう、表してるんじゃないかな、と思うね。もちろん、こう、大きな、オーケストラみたいに、でっかい動きではないんだけれども、こう、心の奥底のね、何かこう、迷い、もどかしさみたいなのがこれで出てくるんじゃないかなっていうふうに思います。すごい、シューベルトってすごく
繊細な人だったんじゃないかなともね、優しくて繊細な方かなって思います。そしてもう一つね、今のところね、やりね、2つのエコーのところね、繰り返しのところだけフォルテになっているんですね。今までは影に隠れてた。ね、ちっちゃくピアニッシモとかで影に隠れてたのに、ここだけ。私の思いを、私のところに、思いをどう届けたいんだみたいなね。なんかね、ちょっとうまく表現できないけど、うん。そういうのがこう爆発、ちょっとこう爆発しちゃったかなっていう感じのところなんでね。なので、じゃあ、もう訴えるよね。としてはね、同じなのでちょっと飛ばしたいと思います。そして、最後のページのアテンポ、このところの最後のねところね、なるんだけれども、ここね、なんかね、すごいね、叫びかなのところなんですね。すごい波があるところなんですね。ここ歌だとね、どうにか僕のところに来てくれ、僕の思いを受け止めてくれみたいな感じで、ね、言ってるところなのね。ヨンボバンバンメロディ左手にメロディ、右手にメロディ、左手に右左っていう風にこうカノンの妙にね、こうやってくるわけですね。ちょっとここね、弾くの難しいかもしれないですよね。のね、気持ちとしてはこの3拍目がね、ちょっとこう意味があるわけね。チャするんですね、ここね。そしてなので、バーンチャチャっていうのがもう最高潮ね、最高潮を訴えてるで、ところにピアノでいやで、気持ちがやっと落ち着いてきた、最初と同じ。いや、どう
ち着きます。気持ちがね、これで終わらないね、これで、ね、なんかこう希望を持って終わるっていうね感じでまとめるといいかなと思いますね。そう、まあなんていうかな、弾く技術っていうよりは、そのメロディーに込められている思いとか、それをね音に表してほしいかなと思います。でないとこの曲の持ち味が出ないと思うんですよね。だから指でどうやって語っていけばいいのかっていうのをね、こう歌曲と照らし合わせながらね、こうメロディーを歌わせるっていう勉強にはすごくいいかなと思いますので、ぜひね、横の流れ、フレーズでねまとめながら、言ってほしいかなって思います。決してね技術的にめちゃくちゃ弾くのが難しいというわけではありませんので、その分気持ちを込めるっていう方向でね、まとめていかれるといいかなと思います。はい、まあちょっとね中身ね、いろいろ詳しくもっと言いたいこともあるんですけれどもね、一応まあもしご質問ありましたら、またねコメントいただければお返しいたしますので、お気軽にお書きください。はい、では今日はねセレナーでお送りいたしました、シューベルトのね素晴らしい曲でしたね、ぜひお試しください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。